おいしそこんにちは、アメリです。ということで今回は、パズドラの画面じゃない、パズドラの画面じゃないんだけども、あのコラボが来たということで、まあ著作権に触れるんで全部ミュートにしますけど、タイトル戻ってみよう。新時代は、新時代だ。素晴らしい。いやこれ多分みんなミュートだよね。俺は今ゴリゴリにオープニング流れてますよ。新時代のあのティリリ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 のとこ流れてるから、はい行きましょう。ということでまず入れるか、サーバーが、お入れました。オーブは250個まで貯めました。50連を50連じゃないわ、10連が5回できますということで、1と2でガチャが分かれてますが、僕は全く分かりません、モンストは。もう無知です。もう本当は右も左も分からないぐらいです。で、ただサボが一番の当たりって言われてます。で、別にサボに僕は愛情がないです、そんなに。好きなキャラはトラファルガーローです。いません。だから誰でもいい。あの、ルフィ引きましょう。ということで、10連いきたいと思います。確定演出も見れたら嬉しいねって感じ。重たいね。だいぶ重い。いけいけ。そんな全部キャラ持ってるわけじゃないんで、変なのが止まる可能性も十分ある。星4に、4体いるのかな、何ているんだっけ、6体いるんだっけ、わからん。ジンベエね、ジンベエとで、モンストはねこのおまけが熱いのよ。ブルックね、まあこの辺も4ですと。フランキーも読んだね。あともう一体、ロビンとかが読んだっけ。フランキーがすごい下の列。ウソップも4か。あ、ウソップが4か。じゃあこれで4は。オッケー。おまけでもグッジョブスタンプは今回ないねって感じ。コラボによってはね、グッジョブスタンプがあったりするんだけど。アーニャの時は結構嬉しかったな。他は、あとは、もう2体ぐらい星4いるんじゃないかな。確定演出とかは特になし。モンストね、話すことがないんよ。わからんすぎ。あ？マジで？おいおいー、これやん、確定演出。え、これやん。BGM が、ちょっと待って、著作権が。あー、違うけどなんか当たりっぽい。これ大丈夫？ BGM。BGM 大丈夫？サンジ君でした。サンジ君でした。え、BGM やばいんだけど。もういいよ、著作権に引っかかっても。熱い！いや、熱い！待って、この BGM 熱すぎ。あー、動画撮ってよかった。サンジ君でしたね。まあ、本ちゃん、ルフィが欲しいところではあるけども。と！ああいう演出なんでね。いや、見れてよかったわ。これもね、ガチャの演出もまたね、コラボによってね、全然違うからね、このゲームは。おー、なんか出たよ。星玉もね、これ、選べる、キュピーンが光ったらね、なんか選べますよみたいなガチャラインナップから。そういう紙仕様もあったりする。こっからね、出てきてくれたらありがたい。これ光でしょ、名前。よし、当たった。さすが。いやー、ルフィ出ないか。まあ、サンジ出ただけでも。まあ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 。もう一体ぐらい、星5が出てほしいところではあるけど。おい、10連ガチャがあるのがめっちゃいい。はい、これは。いや違う、普通に違うやつ。いやーラストだね。うん、出てほしい。長いな。やっぱ結構みんなやってるんじゃない今。ほい
止まったけど、止まったけど、いやー違うんだよな。ちょっとね、このキャラクターが強いかどうかもわからんっていう。ワンピースコラボキャラは出ず。はい、ってな感じでしたね。まあ結局、当たり枠としては、まあ、サンジが出たかなっていうところで。重たいな。降臨も来てるんだよね。じゃあ簡単に降臨だけサクッとクリアして終わりにしたいと思います。始まり方はどんな感じかな。鷹の目のミホーク、剣王ゾロ、海に散る。素晴らしいでしょ。ここの再現。原作そのものって感じで。ああ背景はこんな感じのゴリゴリの鬼滅、ゴリゴリの鬼滅でいきます。おっ、剣士たる礼儀をもって世界最強のこの黒刀で沈めてやる。いくぞ、背中の傷は剣士の恥だ。まあ、こんな感じみたいです。はい、セリフはそんな感じになってます。おー待って、やばいかもこれは。著作権のあれがあれする。絶対歌だ、歌流れちゃうよこれ。はいはいはい、これは歌詞もあるのかな。あ、ゴリゴリにあるわ。はい、まあこんな感じで、僕はエンジョイ勢なのでそんなガッチガチにプレイすることはないんですけども、あ、ワンピースね、着ていいよねっていう、パズドラも楽しみですねっていう話でした。はい、ということで、まあ、もうちょっとオーバー詰めて、もう少しガチャも引きたいので、ルフィを狙って頑張りたいと思います。じゃあ、皆さんも楽しみましょう。モンストの動画はこれが最初で最後になるかもしれないです。バイバイ。